よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうも、ともハッピーです。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下本川です。はい、ということでね、今日も下川チャンネルのお二人と撮らせてもらってます。イエイ。今回も前回に引き続きこちら、デュエルマスターズ謎のブラックデュエルマスターズ謎のブラックボックスパックを使った特集対戦やっていきます。イエイ。いや、これね、想像以上に熱かった。なんか、デュエマ魂に火がついちゃいました。いやー、結構ね、長期戦になっちゃいましたもん ね、結構手軽にできるし、本当何が出てくるかわからないっていうね。前回見てない方、前回も見てほしいんですけど、説明簡単にすると、特急とは、はい、パックをデッキ分剥いて、はい、それをもう中身水に即席で作る遊び方でございます。なるほど。前回しもさんと対戦して、まあ、僕ね、もうあっぱいだったんですけど、今回は、川さんと対戦させてもらいます。イエーイ。どんな戦いになるのかお楽しみください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ開封していきましょう。お願いします。お願いします。このね、裏面からでも分かるカードあるから楽しいですよね。そうですよね、超次元だったりね。え、ガチャレンジ、白色が今回もういくつぐらい抜いたんですか？まだ自分たち6ボックスぐらいですね。あ、同じですね。意外とワールドホビーフェア出て、はいはい、先行販売、そう、もらえるかなと思ったんですけど、はいはい、1ボックスももらえず、出演してる間に売り切れて、あら、秋葉原走りましたよ。辛いですね。なんかもう、ご活躍が増すばかりで、いや嬉しい限りです。じゃあ、両者、シャッフルしてもらって。はい。ロータス入ってるかもしれないけど ね。ソフトシャッフルで。ソフトで。ブラックロータス、来い。では、互いに準備できましたか？はい、それでは、いざ尋常にスタート！お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、負けた。先行で負けまくり。ハッピーさん、じゃんけん弱いですか？弱い、弱い。デュエマの大会出た時も5連敗したことある。じゃあ、暇なマナチャージで終了で、タズレ、ポンノスケをマナチャージ、終わりです。お、無色、色が出てない。ドローだ。無色マナー出ます。難しい。じゃあ、はい、マナチャージ。はい、ギガスタンド、はい、やばそう。早速2マナ。はい、じゃんけん軍曹、チョキパンで。じゃんけん勝てばスピードアタッカーです。最初はグー、じゃんけんポイ、はい、こうでしょ。あー、惜しい。スピードアタッカーつかず、読み合った終了で。2コスト1000の雑なクリーチャーですね。でも出せたんで、ドローします。前回全く振るわなかった巨大設計図をマナチャージ。2コスト、はい、ザ・ラーメン。おー、また麺。2コスト1000の能力なしです。了解です。無職です。終わりです。はい。じゃあドローします。はい、いや楽しいな。楽しい。じゃあ多色マナチャージで出すカードはなく、はい、チョキパンでいくのか。早速いきます。来ましたね。シールドチェック、 OK です。はい、終了で。ハンタップ、ドロー。地味に殴り合って死ぬパターンありますね、どっちかな。うわー、なんだこれ。これいくか。天上院様、床暖房魔のチャージ。お、2色出ます。アタック、チョキパンに。お、相打ち。相打ち、了解です。取ります。ラーメン、さよなら。終わりです。はい、じゃあアンタップでドロー。じゃあ、魔のチャージ、刈り込み3マナで、はい、バリアブルポーカー。やばそう。自分のシールドを全て見ます。で、その中から好きな枚数を自分の山田の一番下に置いてもよい。で、置いた分だけ新たに。そんなのあり？強くない？めっちゃ強くないですか？それ強いな。見ます。え、種族なし？まさかの。なんかメタリカとかそれないですね、何もね。そうなんですよ、古い。怪盗ジョーカーとのコラボカードで強っ。シールドトリガー以外全部送っちゃえばトリガー率上げれるっていう。そうなんですよね。危険だな。1枚、2枚、3枚、はい、を下に置きます、はい、2枚は置いておきます。 OK です。これ覚えといていいんですか、こっちって。その後シャッフルしたりするんですか？じゃあ下行って、あなたに3枚。これは殴りたくないな、あんまり。はい、終了で。あんた、ドロー。なるほど、これはいいぞ。 E のスポーツ、じゃんけんスタジアムをマナチャージ。お、3コスト、サイバーチューン。
お、カードを3枚引いて2枚捨てます。これは嬉しい。このデタラメデッキで、デタラメデッキドロー調整は嬉しい。ブラックロータス来い。あー来ない。拳のいただきデシブコグーチーパ。おお、はい、多分 DNA スパークって呼ぶのがいいのかな。そうです、これを捨てます。字が逆のやつで2枚捨てたんでターン終了。了解です。アンタップ。はい、ドロー。悩む、いいカードすぎる。じゃあ、フォースアゲインマナチャージします。はい、水を5マナ。じゃんけん闇のグーデリア。はい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 、このカードは出た時相手とまたじゃんけんします。はい、で勝ったらコスト5以下のクリーチャー1体自分の墓地からバトルゾーンに出してもよ。うおー、じゃんけんクリーチャーからじゃんけんクリーチャー回収なるかも。そうなんですよ。場に出すかも。でちなみに相手がじゃんけんでパーを出した時、はい、コスト4以下のクリーチャー1体墓地から回収できます。パー出せないじゃないですか。まあ出してもらっても全然。パー出したら回収だ。すぐには出ないけど回収ってこと。パー出した上で僕が負けた場合はどうなるんですか、じゃんけん。どっちが優先されるんだろう。パー出した瞬間かな、勝ち負けとかじゃんけん決まる。上から処理なんで多分出てきますね。出てきます、はい、やば。あの母さんがチョキを出すことはないか。僕がパー出したらそもそも得なんだからっていう駆け引きか。はい、いいカードみたいになってますね。そうですね、カイジみたいな。っていうことは、わかりました。いけます。はい、お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ちました。やば、出てきます。完全に顔とかで読まれてるやつ。やば。さらにチョキパン出たので、出た時、はい、じゃんけんで勝てばスピードアタッカーです。ということで、もう一戦お願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。勝ちで、やべえ。やべえ。同じパターンで負けた。はい、じゃあチョキパンでここ行ってんのね。まずあいつらさばきづら。はい、は、なんこれ。いや、シールトリガーではないです。おー、はい、やばっ。じゃあ終了で、ハンタップドロー。お、反ってる、反ってる。すげえかっこいい。今全く役に立たない。重すぎ、重すぎ。このカードやばくないですか。何何これ、書いてあることは意味がわからん。うわ、えげつな。カルマカレイコ、はい、チャージして2コスト、デンジャラス爺さんを召喚。え、2コスト2130です。能力が、自分がゲームに負けそうな時、うん、負けそうじゃんと言いながら自分の山札の上から3枚を見ても良い、はい、そうしたら自分はゲームに負けるつまりやっても良い、どうでもいい効果がついてる。結局負けるカード。なるほど、ね、だから負けるときにこうスパイスあるよみたいな。そうです、ワンスパイスあるよみたいな。でライフチャージャー、このターン自分のクリーチャーが破壊されるとき墓地に置く代わりにマナゾーンに置く、うん、でチャージャーがついてますと。はい、チャージしました。まあマナ加速です。終わりです。了解です。アンタップ、はい、じゃあマナチャージ。お、6マナいきます。やばそう。煮詰まってまいりました。超次元キラーメガネホール。強そう。数字を1つ選んで、その相手の手札を見て、その中に、はいはい、選んだ数字と同じコストを持つカードは1枚つき、カードを1枚引けます。はい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 。じゃあ数字としては、うん、でもさっきマナチャージをマナを増やしたがってたので、はい、じゃあここは7で、7で見せてください。公開します。1枚ずつ出しちゃっていいですか。はい、1 5 6 6 9 9。全然違う。よしよし。いやでも、キラメガネホール、これだけじゃないです、はい、おー、カードは引けなかったですけど、次コストの合計が7以下になるよう水のサイキッククリーチャーを2体まで選び、自分の超次元像からバトルゾーンに出す。2体まで出せるんだ、強っ。ということで、まあでも水はね、これしかないんで、はい、愛しい場所、マイカ、月の春菜、出します、はい、オッケー。処理は終わりで、殴りましょう。なんで、ね、ここでさあ、終わった。お、弱っ。シールドトリガーついてるんだけど使わない方がいいよねっていう。私が見ましょう。はい、意味な。使わなくていいか。強いて言えばこれがいるから。はい、普通にもらいました。じゃあ JK をもう一件お願いします。はい、JK に殴られました。 JK がアイドルしかいないです。やばい、おじさん、おじさん。大丈夫です。終了で、残りシールド1枚。やばいぞ。これは殴り勝てるんじゃないかな。ボマーザウルソーマのチャージ、これ行こう。かませばん。おお。1枚ガチャで召喚します。はい、どうぞ。長長の使徒サンピエトロガチャレンジ、ハンティング、バトル中このクリーチャーのパワーを
自分のバトルゾーンにあるハンター1体付きプラス1000ってことは2000にしかならないのか。そうですね。まあでも困りましたね。結構じゃグーデリアンとバトル了解です。はい、かませ効果ででハンティングで2000なんで勝ちましたと。はい、かませ効果でいきました。あります。了解です。アンタップドロー。まあこれはマナチャージですかね。はい、じゃあいっちゃいますよ。わあ。JK でラスタテで。はい、オッケー、チェック。ここ大事。くそ、こやばいですよこれ。なんなんだ。え、ちょっと待って夢かもしんない。シールドトリガーはなかったです。おお。見せていいですか。見せてください。見せていいですか。これツバ飛ぶパターンなんで、ツバ飛ばさないように気をつけましょう。みんな了解です。了解です。マジで引いた。このタイミング、ラストの盾で持ってるな。なんか複雑な心境で、これシールトリガーじゃなきゃ負けるから、トリガーついてなくてがっかりって思ったら爆当たり。ブラックロータス。マジ？ブラックロータス。ここであまりにも想定しなくて、全くリアクションできない。強い。ただただビビるみたいな。優勝じゃん。優勝じゃん。ってことで、二人とも勝ちでいいですか。ダイレクトアタックで。はい、負けました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やばくないですか。すごい。マジ出た。すごいね、最後の盾でブラックロータスで。やばくないですか。持ってるわ。まあ、ただ勝負はね、川さんの勝ちということで。あざす。強かった。下川チャンネルの、2人ともに負けてしまった02、ともハッピー02でございます。ちょっと泣きの1回でちょっともう2対1でいいんで、もう1回やってもらいます。1回ぐらい勝ってみたい。スルスルー。お願いします。お願いします。しょうがないな。もう1回遊んでお願いします。了解です。おー、やったやった。受けて立ちましょう。懐が太い、なんていうの。懐が深い。懐深いってことで、下川チャンネルさんの方でもね、もう一本お二人と特急やらせてもらうんで、ぜひそちらの動画もチェックお願いします。はい、そんな感じでね、まさかのブラックロータス登場で驚きの対戦だったんですけども、この動画面白かったっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして、対戦してくれた、下川チャンネルさんのチャンネルもぜひチェックお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。というわけで、今日は僕トマッピーと下川チャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。